カスタモヌはトルコの都市でカスタモヌ県の県と2000年の国勢調査時点で地区には10万2 0 9人が住んでおりうち6万4606人は中心街に暮らしている地区の面積は1834平方キロメートルで標高は904メートル県南部に位置する市街から17キロメートルほど行ったカサバ村には1366年の セルジューク朝時代に建てられたマフムトベーモスクという重要なモスクがある。トルコ国内で最も保存状態の良い木造モスクの一つとされており、扉には見事な木彫りの装飾が見られる。この都市は紀元前18世紀に建設されたと信じられている。ローマ時代はティモニオンとして知られていた。県内のタシケプリにローマ人はパフラゴニアを築き、現代でも ニンニクの生産で知られている。バシレオス2世から本領を受けたイサキオス1世、コムネノスは、この地にカストラ・コンニーニーという要塞を築いた。地名はこの頃に、カストラ・コムネノンへと変わり、後にトルコ語で、カスタモネと呼ばれるようになった。1925年8月23日、ケマルアタチュルクはこの地から、ドレスコード革命を起こした。 同年、アタチュルクがこの地の共和人民党の建物で行った、帽子とドレスの革命に関する演説は、彼のスピーチの中でもよく知られている。その建物は、現在、高古博物館となっているが、貸したものでアタチュルクが使った物品も同じく展示されている。2021年8月10日、集中豪雨により、市内の河川は氾濫。市街地に洪水が押し寄せ、 住宅の倒壊被害など多数発生。2006年、かつてアンカラ大学やガジ大学の参加だった大学、学校、研究所などが合同でカスタモヌー大学を設立した。この他にもカスタモヌーにはカスタモヌリセシとカスタモヌムスタファカヤリセシの2つの高等教育機関が置かれている。カスタモヌーリセシはオスマン帝国末期にアナトリア半島で 初めて設立された高校で、カスタモルムスタファカヤリセ氏は、イスタンブール、イズミル、アンカラ以外ではトルコで最も成功している高校である。ありがとうございます。